本日も暑い中よう来てくれた。ここ涼しいの。影はちょうどいい。だがいかんせん、あまりにも季節に合わなさすぎる格好が暑いの。だが6月の頭よりは夏衣装に我々変わるゆえ、さよ。ということは5月20日がお披露目だから10日間ほどで夏衣装が変わる。あっという間に甲冑は身を覚めてる。早い話だが、だがもう夏衣装でいいんじゃないかとも思うとるわ。袴の方が幾分涼しい。が、しかし本当はこの暑さゆえわしはもう5月の頭から変えたかったが、5月夏衣装にしてしまうと5、6、7、8、9、101年の約半分が夏衣装になってしまう。それでは夏衣と悲しいという。甲冑の方が長い期間の方がよかろう。だが夏とで別の戦場に行ってしまうと、我々どのみち甲冑を着とるゆえな、あまり夏衣装夏衣装と言うても名古屋城だけの話や。だが遠征などでの別の土地に行った時に甲冑着てると、まあ死ぬぞ。熊本に甲冑で行った時はわし本当死ぬかと思う。まこと火の国というにふさわしき熱のこもり具合。ただ名古屋よりはカラッとした暑さゆえまだ気持ちは良いが、この名古屋は湿度も高い気温も高い。ジメ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 しよる。過ごしにくい。わかんな、名古屋という冠つけとるくせに名古屋を批判したようだ。だが事実じゃろ、他の地から参られた人はよりそう思うのではないか。名古屋は暑いなと。時もすでに今でそうじゃろ、暑い。こんな時にドラえもんがいたらなと。どこでもドアで北極つなぐようにしたって、そのドア開けてたらだいぶいい風が入り込むんじゃないか。ドラえもんっぽいのはなんかおるけど、ドラえもんじゃないかな。本日もあともう一度演舞があった後、夜はゼップ名古屋だ。楽しみじゃな。ゼップ名古屋、名古屋おもてなし部長隊太鼓店紡ぐ。まあ、本日も当日券のみということのみだけどこれね、大変じゃろみなみな。こっから絶賦行くっちゅうものも多いんちゃうか。みんな絶賦行ってまうか。わしらも行こうかな言うて。16時会場ん18時会場18、早って言うの。人間だもの間違えるの。18時会場、18時会場、19時、夜6時に開いて夜7時始まるの。19時とかややこしいんじゃん。大人の何、大人の大人だな。みんなは夜19時開演の紡ぐ。まあ中身はみなみな知らないから、まあ楽しみに待ってほしいんだけど、わしらは昨日ようやく流れは聞いた。いやー泣くでー泣くでー。わしはもうダメだった。途中で目を背けてしまった。だからもう本番は南野と同じ目線で見る上、わしも本番ちょっとようしゃべらんかもしれん。いやだがな、単純にわしらを今例えば知った方、1週間前に知った方、半年前に知った方、1年前に知った方、だが我々はもう3年目を迎える。初期の頃を知っとるものは非常に少ないわけ。その中で昔の映像を見るというのはちいと新鮮。へえということもあれば、あれ秀吉ってこんなだったっけ。それが初期の秀吉だったり、あれ刑事さんちょっと髪の毛の立ちが甘くない。あれ信長様ちょっと声低くない。そういう違いを見たりとかあもうできるし、でかつあここら辺で自分ひょっとしたら知ったかもというような節目も見えたり、かつやはりその何じゃろう、ある意味我々の3年間を一挙に振り返る、そういう1日、まあ、その2時間弱2時間今日ぐらいになるのかの、昨日の日記帳わしらのブログじゃな、わしらのブログでも書いたけれども、わしらの全てがそこには詰まっている。これはまほど嘘ではない。実際に目を通して見て
ちゃ蜂でもこのブーンって音が怖、どっか行ってよ近いわ近いわ近いわ、話がしたい、どっかに行ってください。はい、わしがさあ、ということでな、何話しとったか忘れたけど、そう、わしらの全てなんですよ。実際に動画を見てみて、あ、わしは何じゃろ、こういうことをやってきたんだなと、あ、わしらとはこういうものだったんだなというのが本当にわかる。一人でも多くの方に見ていただきたい。ゼップ長屋は計何人ぐらい入れるんだろう。500とかか、700人入れるとしたら700人来てほしい。ぜひ見ていただきたい。705人とかでもいい。710人ぐらいずっと入れてぜひ見ていただきたい。紡ぐ、いやー非常に感慨深いものになろう。まあだがな、なんじゃ、話をな、客人とその紡ぐにのが発表になった段階で話したりするとな、中にはな、なんかこう先に言うと淡い期待を持ったものが非常に多かった。あ、そのなんじゃろ、我々5人だけではないのではみたいな。悲しい方、それはない、我々5人のみのものではあるけれど、まあ、だけれどもその映像にてという形になってくるんですよね。あとはゼップで見ていただきたい。わしはすごく今楽しみじゃ。今日一日が終わっ、その紡ぐが終わった時にどんな気持ちで明日に近いって。わしはセッションをしてくれる。その2時間が終わった後でどのように自分の気持ちが動いたのか、どんな覚悟を持てたのか、どんな決意を秘められたのか、非常に楽しみで、またそれを見た後に客人が前を向いて帰っていただけるのではと思うと。今まではな、わしが各人貴重に対して立ち止まったり振り返ってみたりとしてしまうというコメントも多々あった。だがこれを機に前が向けるのではとわしは信じておる。やはり名古屋おもてなし部長隊、ここで終わりではない、ここからが始まりじゃ。5月20日をもって我々は新体制になりゆく。その中で、まあ、本日はちょうど伊達が、戻ってきたのでは。伊達が今おそらく今日これぐらいの時間かな、まだ新お披露目という形になっておろうけれども、その1ヶ月後には我々が新たな船出を迎える。あやつらにも遅れは取れぬし、かつのやはりこういった集団というのは一つの輪を持って成立するものである。我々が2年半紡いだものは決して消えはせぬし、あの10人だったからこそ出る空気感もある。だけれども新たな10人にて出る空気感もわしは楽しみでもあるし、かつそれを作らんことには前には進めぬ。金の塔もそう、清盛隊もそうじゃない、そして沖玉もそうだし、お市場もそう、そこに一緒に過ごしていた人間たちがいる、その空間が各隊の色になっておるわけだ。ゆえにその人間たちを見ておるだけでもニコッとできる、楽しいと思える、何かあれば切ないと思える、それはそいつらの関係性が分かっておるゆえのものだ。ゆえにその輪というのは過ごせば過ごしただけ年輪のように熱くなり、より見応えになるものだ。ゆえに本日の紡ぐは当日券で血と並んどる時間は長くしんどいなと、まだかなまだかなと、ため息の一つや二つ出るであろう、長いわーちゅうて、しんどいわーちゅうて、だけれども見終わった時には来てよかったと心から思えるようなものになっておるのではと私は信じておる。その辺も名古屋おもてなし部長隊一同、スタッフも含めじゃな、名古屋おもてなし部長隊一同信じていただいて、お時間許す方はぜひゼップへ足を運んでいただきたい。無論本日は非常に感じておる通り暑い、ゆえに水分であったりだとか、または並んどる時に小腹が空くであろうな、じゃがりこの一つや二つ買ってたもん、ああいうなんか韓国のり味おいしいっていう噂が聞いてるから、それを買っていただいて、そういったものを持ってだな並んでいただく、そしてまあ当日券買えた暁には入れる方にみんな入っていただいて、
ったな。やはり中には並んで入れなかったらすごくショックだと。それはそうだ。だからそこら辺もな、例えばわしらがじゃあ退陣じゃ退陣して名古屋城出て全部行こうかじゃあ全部行ってブワーレットが並んだらなんかな気持ちがポキッていく可能性あるけれど、そういった時は前順番に先頭から歩いて数を数えてみよう。1,2,3,4 って数えてみよう。なんとか入れそうだね、並んどこ。そして当然ながら本日のこのゼップ名古屋会場のみでしか手に入らないというのがあってだな。そちらは皆々どんなものがあるかはもう存じておる。実際に写真とかもブログに載ったのか。ああいうものが手に入ると。お、何が載っとった？ポストカード。ポストカード。うん、あああとなんか10人揃った写真みたいなのもあったんですよ。あ、ペットプラスのペットの特典になったと思います。それだけか。そのセットについてるわしら10人のなんか写真が2つぐらいあるじゃろ、となんかセットになっとるのと出立武将とわしら残っとる5人とあと名古屋飯のセット、この4点というのはみんな知っておるんですか。あ、それは知っておる。そうか。では来ていただいた方は帰りを楽しみにしていただいて、入れた方は帰りに良いものがお手に乗るのではと思っております。裸ですか？裸の写真ですか？バカ野郎。ちょっと今の暴言です。高ぶっちゃう。バカや。そうそう脱がんよわしら。脱いでいただいても全然構わないんですけど。脱ぎましょう。お主らが思っとる以上にこっから下の色とこっから上の色全然違う。この間みんなで言いようたばかり。白本当にオセロみたい。悲しいかな。もうそんなんはないけれども、要はいやまあ帰りに分かるわ何がもらえるかっちゅうのは。ただわしはそれを持ってない、持っていないけれども心から欲しいと思っているものでもある。だからわしはなんとかご利用してもらうなんだけれども、それを手に取っていただいた方は一生名古屋おもてなし武将隊を忘れないのではないかなと。ゆえに見れた方はそこで肯定いただく、そのセットもあらばぜひ映像を見て、わーじゃあ帰ろうかパッと見た時に、何かお手に渡された時にはそれを大事に今後一生持っていていただきたい。ぜひゼップ名古屋スムーク参られよと言うたあたりで、徳さん待ってます。もう参るか。参るかや。本日も非常に暑いやの、みんな来てくれとるかな。ぜひとも楽しんで行っていただきたいもん。いや徳川殿、その辺で締めたい前にですが、ちょっと本日旅で来とる偶然の方もおりましょうほど、名古屋城の見どころを一つばかり。見どころはな、なんといっても天守閣である。天守閣はな、日の元で一番大きい。というのもの、あの建物単体で見てみるとな、大阪城の高さ 1.5 倍、姫路城の面積倍に当たるわけじゃ。そしてなんとこの天守閣だけで捉えると世界で一番大きい城郭建築とも言われるらしいんじゃ。すごいじゃろう。なんとこれを数じゃねえ、それはゴイ数。それはすごいねえじゃん。どんだけ染まったんじゃ、その業界に染まりすぎようなし。それでそれでそれを建てたのがこちらの偉大なる人物、徳川家康。その主らは築城者の目の前にしてこの名古屋城を見ておるということで、今は大きな木があって見えんがな。
以上ということでな、わしのおすすめは天守閣ということじゃ。いやじゃな、では亀吉から用いた旅の御人たちに名古屋城のおすすめをおすすめ、おすすめなんでビニール袋持ってるの。こちら誰かの忘れ物でございます。大変だ、お昼ご飯じゃないの。誰か落とされた方大丈夫か。今落とされたそうでございますが、今落と何が何があまり中の確認っていうのは、発表っていうのはあれですか、パンと、まあ、緑茶だけお茶と緑川白アンパンじゃな。なんでわしに渡したのか。じゃあこちら落としたという方はよろしくお願いします。よろしゅうな。もうちょっと時間だったらもう食べれんよ、ね、あさあ、うん、ではもう大事いたすか、帰ろうか。うん、では我々は2時半よりまた演舞をいたすで、ね、ここに集え、また会おう。さらばじゃ。ありがとうございました。お主だんだん清正みたいになってきた。さあ参ろう。